シド、無事に戻ってくるわよね。ジョシアの言う通りだな。相談してみるか。手紙を読んだよ、ジョシア。そのことで相談に来た。確かにここしばらくジルは気を張っているように見える。そうなんだ、心配なくらいにね。一息つかせてやれればいいんだが。でも彼女にそう言ったところですぐにはぐらかしちゃうだろ。だから多少強引にでも息抜きをさせた方がいいんじゃないかと思ってさ。何かいい案があればいいけど。息抜きか。そういえば子供の頃、ジルを元気づけようとして外に連れ出したことがあった。あの時は彼女に綺麗な花を見せたくてマヌエの丘に行こうとしたんだ。父上の領内視察に同行した時だね。初めてみんなで遠征した日だったから覚えてるよ。雪月花を見に行ったんだっけ。二人がいなくなって結構な騒ぎになったんだ。ちょうど花が咲く時期だったからな。結局あの日は季節外れの嵐でそれどころじゃなかったが、後でマードック将軍にこっぴどく叱られて、俺にとっては苦い思い出さ。ねえ兄さん、もう一度挑戦するのはどう？ジルも喜ぶんじゃないかな。なるほど、いい考えかもしれない。だが、うん、今のロザリア南部は荒れてるからね。変わらずに雪月花が咲いているかどうか。ジルを連れて行く前に一度様子を見てくるか。なら僕も一緒に行くよ。支度したらすぐにでも出よう。今もマヌエの丘に雪月花が咲いているか一度様子を見に行ってみよう。ここで間違いないはずだが。残念だけど全部枯れてるみたいだ。北が黒の一帯に沈んでからというもの、この辺りも随分と様変わりした。兄さん、他を探そう。ここの雪月花がダメでもまだ咲いているところがあるかもしれない。ああ、そうだな。植物園の連中なら知ってそうだ。隠れ家に戻って話を聞いてみるか。それがいい。僕も心当たりを調べてみるよ。わかった。それじゃ、一旦引き上げよう。植物園の連中に話を聞いてみよう。カローンや各地にいる協力者たち。
シド、何かご用ですか？雪月花という花のことで聞きたいことがあってな。ロザリア南部以外にあの花が咲いていそうな場所を知らないか？雪月花というと比較的風の強いところに生息する花ですね。ザンブレクのマクルデュロワ丘陵であればもしかしたら咲いているかもしれません。あの辺りはロザリア南部に植生が似ていますし、海沿いは黒の一帯の影響も少ないですから。ありがとう、探してみるよ。兄さん、何か分かったのかい？ああ、マクルデュロワ丘陵に咲いているかもしれないと。確かあそこはノースリーチを抜けた先。ヨーテの記録とも合致するよ。彼女は旅の記録をつけていたからね。見覚えがないか聞いてみたんだ。そうしたらノースリーチ近くの海沿いで雪月花らしき花を見かけたと。よし、早速行ってみよう。兄さん、マクルデュロワ丘陵に行ってみよう。雪月花が咲いてるといいけど。ウーア、マルシェまでは守ってくれなさそう。俺たち商人から稼ぎを奪うって本当か？フィリップのやつはどうしたんだ？皆さんはお父様？いえ、フィリップは軍を抜けたらしいな。巡回が終わったのか。例の魔物の様子は？今のところ行くぞ、かけろ。雪月花が咲いているとすればこの辺りと思うが。ヨーテが見た海沿いを当たってみよう。トルガ、どうした？今度はこいつか。調子は？ああ、行くよ、兄さん。
やっと片付いたな。見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな、ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。さてと、僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ。ついてきてくれ。月下がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシュアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃、いつも泣いていた私を見て、クライブが言ってくれたの。泣かないで、花を見に行こうって。嵐に会って、花は見られなかったけど、連れ出してくれたことが、本当に嬉しかった。泣いてる君に、気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て、元気になって欲しかったんだ。私がロザリアにやってきてからも、北部が揉めているって噂は耳にしていた。対抗派につくか、貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって。自分がいさかいの原因だってことくらい、幼い私でも分かったわ。それ以上に、私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら、悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル、でもあの日、あなたが来てくれた。あなただけは私を見て、嵐の中でも手を引いてくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それに、あのね、クライブ、あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて、花が咲いた。まっすぐ上に、お日様に向かって。その時分かったの。
私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。全て片付いたら何がしたい、ジル。そうね。旅をしましょう。マリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど。俺には真似できないよ。ありがとう、クライブ。ここへ来てよかった、本当に。大好きよ、クライブ。私の宝物。名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ、行きましょう、クライブ。クライブ、クライブ、ありがとう。きっといけるわ。